足。まあ、バツバツ。で、足使ってるんですよね、確かこの子。使ってます。はい、あで、この間、茶色いやつ出しましたけど、飲めます、あれ。うん、まあ、出す量も結構多いけど、まあ、多少入ってるとは思うんだけど。はい、じゃあ、いいですよ、出しますよ。はい、はい、じゃあちょっと顔見してもらいます。院長、それ2回押さないと下が設定にならないです。じゃあね、こう損傷されてる。もうちょっとやってもらっていいですか、お薬とか。はい。治療を。はい。100の1分。うん。で、青い、あ、大きい方だけでいいか。はい。はい、じゃあそれで。で、今の足の方でやる。はい。そう、ごめん。うん。今だいぶ柔らかくなってきたんですね。うん、はい。じゃこれやったらちょっと飲ませますよ、私。卵ってさ、結局さ、ペレットとかどれくらい食べてるか分かるんですよ。ん？ペレットって1日何グラム食べてるか分かるんですよ。17グラム。もう2回。はい、確認して。あれ？チェック表。あ、ここにあるのか。ごめんなさい。で、チモシーは22ぐらいね、1日で。はい。30とかはよう食べる。よう食べない。なんだ。それだけなんですよ、食べてるの。ペレットとチモシーだけなんですよね。で、あとちょこっとあのご褒美にあの、はい、リンゴをちょこっとだけあげて、まあ、あとは時に野菜の野菜、うん、リンゴとか野菜はまあなしかやっても16か17グラムぐらいまではやってもいいです、はい、1日でね、はい、それだったらそう問題はないですけど、はい、あと失礼します。すごい抜けるな、季節で。うん、抜けますもんね、確かに春、秋は。
もおかしかったかな思うけど、この子はね、あのおしっこお水カンカン飲んでおしっこジャンジャンしてたんだけど、あのお薬始めて、あの、はい、あの飲む量が減ったし、おしっこの量も減りました。あ、そうなの。うん、えらいよくこの子は水が飲む子だった。でも水を飲んだ方がいいですかね。200ぐらい飲んでたんだけど、もっとぐらい。それがちょっと減りまして。ダムの中がそれが減ったから、おしっこの量をちょっと減ったような。わかりました。あのね、うさぎさんね、5歳過ぎるとね、全ての子じゃないんですけど、慢性腎臓病になる子が割といるんですよね。そうするとね、お水飲む量が増えてきますね。あの例えば 1.7kg の子だったら 170cc 以上コンスタントで、今は200とかおっしゃったからさ、200飲んだらちょっと多いんですよね。でそれが今少なくなったわけ。なるほどね。で抗寄生虫薬をね、はい、ちょっとつけます、はい、ありがとうございます。モキシレクチンというお薬で、あの体の表面、それから消化か、お腹の中の寄生虫、血管の寄生虫を予防してくれます。ありがとうございます。1ヶ月効きます。はい、じゃあすいません、ちょっと大変ですけど、はい、飲み薬あのまた1週間出しますんでね、はい、ちょっと、ま、もうちょっと待ちながら観察してください。はい、お願いします。はい、はい、じゃあ取れる、まだまだ取れるか、あとまあできる範囲でいいからブラッシングもね、はい、してやってください。この、あの細かい方だから取れる、うん、はい、じゃあここに入れてみてくださいね。はい、じゃあもう一度、ちょっとない。はい、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。